皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。カメラがこの辺りにあるんですよ。 iPad なので どうしてもそうなってしまいます。スマートフォンをね、まあ、8月25日、20時35分まあ、山口組についてしっかりと私は説明ができるので説明します。兵庫県の姫路市の西の方に播磨区というところがありまして、播磨地方といいますか郡だと思います。市ほどの人口はいない。これ定義決まってるんですよ。何万人から、市になるとかそういうような定義がしっかりと法律で定められています。で、そこあたりに、田岡製薬所というところがあって三井系列です。で、製薬会社で、精神病院でね、精子が生産されなくなる薬とか売ってるんですよ。毒、毒を売ってる。で、みんなの税金横領しながら。で、その、公用美容院の目の前にあるのは、いや、一法律で物事通らないから、警察官もそこ連れてたら本当に無理やから。目の前の建物が山口って表札書かれてます。山口家が経営してるんです。それが山口組。ね、灘区の方に、大きな自宅を建てた。もともと売春防止法が、これ警察官の人もしっかりと覚えておいてくださいよ。売春防止法が出来上がったのは1956年。それぐらい俺たちだって知ってるよね。そこで終わっちゃうんでしょ。全部説明してますから。兵庫県が盾にされてるだけ。他の製薬会社とかも同じなんだから。全部ね、大手銀行とかの傘下証券会社とか、いいですか。三井住友淡井圭介の件で合併させたんですよ。もうこちらで監視しましょうってね。金の流れ本当に止めるから、こちらもね。それ藤原台の三井住友銀行、もともと神戸の太陽銀行とかその辺の、その辺とも合併してない。もともといいですか。じゃあ一番最初の頃の銀行の話しましょう。まずいろんな商社があって、そこから銀行とかが出来上がってるんです。銀行と証券会社で、日銀が銀行法により、政府が 51% 以上の出資で作ってるんです。わかります。政府の持ち物ですよ、日銀。それぐらいわかるでしょ。で、東京都はもともとムーツキルと書いて無人銀行っていうものを作って全部合併させていったんです。もともと無理だからって。それは1920年にアメリカの議会で、アメリカでも同じことが起きてたんです。世界中で、世界恐慌、大恐慌、どちらの言い方でもいいです。で、言ってること同じですから、議会で決まったんです。詐欺だって、銀行と証券会社に株売ったね、売り上げの見込みないのに、後からお金返ってきません、すぐ紙切れ、無理、それ詐欺師、師匠の死なんかつけられない、無理無理無理、詐欺罪、罪人、巨大な金額の保釈金の額とか、警察官の方だったらある程度分かるでしょ。警察庁の方だったら絶対分かりますよ。どれぐらいの大きな犯罪事件を犯したらいくら払ったら出てこれるのかっていうところ、保釈金の話ね、絶対めちゃくちゃなんでしょ。お金で物事ね、結局出てこれるんだからね。相続税とか分かるでしょ。で、法人税調べてもらったら分かりますよ。所得税のところからも法人税とか見れたかな。いや、法人税は法人税でインターネットで調べたらいいかな。資本金が800万とかで法人税率22か3かそれぐらいですよ。分かります。もともと第二次世界大戦とかあったのに、世界戦争でいいです、六法全書より世界戦争、どちらの言葉でもいいです、同じですから、してること。ね、あれだけ僕本当に沖縄に米軍基地あるから見に行きましたか、若い頃、二十歳過ぎぐらいの頃、二十歳ぐらいの頃かな、友達とあのオートバイを大阪の南港からフェリーに乗せて行ってるから、いや、それ現地のバス停の時間帯なんか調べる、無理無理、乗り物一緒に免許と取得して現地見に行けるような人間じゃないと本当に無理、調べることできない。で、やっぱり ありました、ニュースの通り、学校で習った通り、防空壕とか
地下の中入っていくところ、そういえば菊水山のところ、神戸電鉄はね、あの菊水山もう降りれないようにしてますけど、昔あそこの駅で停車できるようにしてたんですよ。あの近く本当はもう木が育ってわからなくなってますけど、防空壕ありましたから、本当に本当の、あの神戸も大空襲、絨毯爆撃されてますから、今国際条約で禁止ですよ。で今あのもともとね、裁判官とか警察官とかでも、もう今の警察官の方はショッキングだと思いますけども、まあ、ショックだと思います、ね、ショックにキングつけて何を言葉をついつい僕も言ってしまうの、もうテレビで放送されているから、でそれがもう頭の中入っちゃってるからついついああいうふうに言ってしまう。ショックにキングつけて何を遊んでるんだろう、これが本当の言葉を分かってる人側の人間でも一緒に言ってしまう。でもう無理なんですよ、製薬会社自体が違法行為、ものすごい人権違反とかしてるから。で警察官とかも自分がこの人精神病院連れて行ったら隠蔽側に回るっていうことを理解できていなかったね。僕は二十歳ぐらいの頃いろんな人間絡まれて、警察官とかこの辺配備してもらってたでしょ、配備してもらっていたでしょ。でま、もうこれ兵庫県警の他の署の人も服部巡査か巡査部長の話で本当に分かります、何署に今勤めてるか。だって僕がナルトのエッサンスリゾートホテルに2003年働きに行って、春山整骨院1回解体してるんですよ、ここの裏のところね。もう一軒小さなところあるけども、それいつの間にかまだ出来上がってるんですよ。正体分かりました、裁判所は記録、裁判番号だけ残して記録は5年間で消去するからですよな、ね。だから2010年ぐらいにまた復活してたでしょ、いる、多分まだ裁判官の中にアダルト業界認めてる人間混ざってるんじゃないですか、もしくは警察官、これも多分事実だと思う。もうその話から逃げちゃダメ、みんな一回もみんな自分ところの警察官お互い同士でちょっと注意しましょう、彼の言ってることは絶対どうやら本当だって、どうりで彼に絡んでくる人間がずっと存在するわけだって、そういうところとつながってた人間は多すぎるって、政府上層部も。もうこの辺に何の根拠もなしにね、売上対象、売上上がるわけがないのに、正直言いますよ、丸亀製麺さん見たら分かる、土地と建物をその会社の所有物にしていたら、あの面積奥行くでしょ絶対に、駐車場の広さね、固定資産税、いや最初の建てた時ね、建てた時の建物1階建てぐらいだけども、駐車場が広いから土地代と建物代であれ絶対奥を超えます、どう考えてもね。じゃあ固定資産税で年間50万は絶対超えますよね、どう考えても70から100ぐらい、建物の価値分からない、僕の方じゃ設備投資にいくら使ったのかななんて、その会社の人間じゃない分からないね。従業員の人結構存在するでしょ、退職金とかありそうに見えます、1日200人来て固定資産税とそれでしょ、法人税、その人たち資本いくらでした、最初始めた時22か3の方ね、無理ですって。だからたくさん効率よく売り上げ稼がなかったらもともと赤字になるんですか、いっぱい倒産してきたでしょ20何年間でね。銀行の受付の窓口にエロ業界だった人間は座ってるんだから、黒い服着で金貸す人間、途中まで名前ぐらいだったら言えますよ、もう記憶で残ってるから多分もう一生忘れないと思う。でそれ捕まえたんでしょ、でオリンピック委員会の橋本聖子って言ってた人、あの人藤原台の銀行で働いてました、一時逃げてきてます東京から、もともと生まれどこです、みんなウィキペディアで、安倍さんは多分あの方は選挙区は山口県から出馬したからなんですが、一応テレビの放送でも山口県出身だったんですよ、でウィキペディアでも山口県出身で僕見ました、だけどもいつの間にか東京都出身に変わってる、出生地、出身地、これ法的にどうなってます判例、各個人の判断、情報統一しなかったら
わからないですよ、本当に。ね、もう政府と全部つながっちゃってるの。で、一回全員、真面目側で、もうそういうエロ業界で、とにかく、全く見るなの話無理、電波があるから。それ調べられなくなるから、インターネットで残ってるか残ってないか。ほら見ろ、残ってる、まだ金稼ぎしてるって。それ言えなくなるから。誰かが確認しないと無理。やっぱり、大倉さんの監視カメラここにいる。本当は多分3台いる。ここ入り口3つあるから。本当のこと言うと駐車場のところにも置いてて4つ。そうじゃなかったらエレベーターで上がってくる。昔みたいに、昔は1つだけだったけど、あれじゃ無理だ。手ぬるい。どうせこの辺に絡みに来てるんだから、正直全員怪しい。昔のスポーツ新聞見たら分かる。分かってる人だったら分かってると思いますけども、JR とか元国鉄の流れで、ああいう売店置いてたでしょ。売店でスポーツ新聞とか置いてたでしょ。売店もなくなってるから、昔、本当は神戸駅とかにありました。売店ね。三宮とかに。だけども、お前ら、何暴力団と組んで金稼ぎしてんのって。お前ら、そこで売ってるやつ、出てたの？本当にこれ。本当のこと言いますよ。僕の知ってる限りね、その情報が本当であればね、多分本当だと思います。その内容、その文章の読み方とか、その売春防止法とかね、その辺のこと考えたら、多分警察官か元警察官出てる。無理。この社会本当に。だって最初から1956年ですもん。出来上がったのがやっと。もう何十年と、そいつらが政府とかに座ってたんですよ。無理ですって、最初から。もっとむちゃくちゃなこと言いながら歩いてるやつ、その内容、もう本当のこと言いますよ。神風特攻隊あるでしょ。二十歳ぐらいのやつらに、神風特攻隊を支えられた人たちは被害者ですね。二十歳前後の人たち、その恋人とかに代わりに抱いたるとか言ってるやつの映像見たことあるから。そんなもん知るところなんかもう見なくてもいいから。けどそいつもう多分生きてない。わかるでしょ。もう年数経過しすぎて。なんでそこの、ここの有馬警察署に僕が通報しに行った時にアダルトコーナーぐらい撤去できないの。わからない理由は。誰、どこの裁判官が認めてるの。どこが止めてるの。兵庫県警、インターポール動かして乗り込んでもらいますよ。自衛隊動かんのだったら米軍に動いてもらいますよ。助け求めますよ。県警部長、都道府県警のトップ、知事がその上守ってました。無理。ボーナスとか退職金なくなる話混ぜなかったら、みんな真面目に働いてくれないんですか。これね、うまく受け止めましょう。うまく。そいつらの口座差し押さえだったら、お金入ってきますよね。国に、国庫。で、僕も正直、これだけリスク、ね、背負って、大っぴらに、こんなこと言ってる人間、まずいない。あいつそんなこと言ってたら狙われるぞ。ね、全部本当のこともう裁判所でかなり提出してるんですから。もうほとんどあれだけで十分。本当は最高裁までいける、物事固めれる。それまで全く、それを待ってたら、その間何にもしなかった警察官、自分たちの立場分かっていらっしゃいます。最悪年金の差し押さえ、退職金あるわけないでしょ。無理だって。こっち側だって警察官が本気で動いてくれなかったら、この辺もめっちゃくちゃなって。もうだから言ったでしょ、最初若い警察官なんか冗談だって思ってますから。医療業界と栄養業界と警察官が組んでたっていう話見てくださいよ。この辺ね、歯医者さんだけで10件ほどある、10件超えてるかもしれない。
で、1区間岡場駅と田王寺駅の周辺だけでないかも、10件超えてるかもしれない。北新ビルとかにももともとお医者さん入ってたでしょ。いつの間にか横にいるまで占領されてるでしょ。いろんなところにあるから、ほんともともと塾なんかいつもいらない。もしかしたら探したらもっとあるかもしれない。岡場と田尾駅周辺だけで、もしかしたら塾も10個もともとあったかもしれない。で、一つの Z 会はしっかりと潰れた。いや無理だからって、大学行く意味ないわ最初からって。そのことよりも自分で6本身につけることって。昔けど土星6本とか昔の法律とか知らないと、判例とか知らないと、昔からの歴史の成り立ちとか知らないと、一個人に動いて危ない。一法律だけ動く本当の分かってない人間が本当に分かってない警察官と組んでむちゃくちゃなことするから無理だって。バスケットボール業界に警察官何かいました？入ってます？無理、横領。いつの間にかバスケットボールが今この話してきて、していて、今ね足落とした階段のところ、20時21分、8月25日、電波でその映像出せます？政府は。しないと無理、追いつかない。本当に、物事。本当は警察官立ちっぱなしの方が、向こうの方が身勝手に来るから、すぐ捕まえて、職員質問で、身分証明書。でしょ、自分たちの持ち場離れてスポーツして金稼ぎしてたんでしょ。それ人によりますよ。チームマウオと警察官絶対無理ですよ。それもともとアメリカのメジャーリーグの成り立ち、政府の人間が野球しながら金稼ぎしてた。本当それが1900年ぐらいより前かもしれない。1800年代無理、正気の沙汰とは思えない。そこ民間としっかり区別を分けといて、固定資産税の話まで持っていかないと。球団が球場と土地と建物所有して、しっかりと固定資産税と法人税払ってくださいよって。それなかったら無理。ずーっと国の金使ってあっちこっちにずーっとスタジアム作るからね。僕が小学生ぐらいの頃に山口組っていうことになってるとか、なんかそういうことを、山口組の取り締まりっていうことで、もともと精神病院の医者とかは取り締まられるが、で医者まで そこの医者になるっていうことは何か多分してしまってる方、医者の中でだ。その医者が大量に存在するんだから、医者におむつ交換とかさせたらいいので、精神病院のその精子が生産されなくなる薬に飲まされた人間から奇形児が生まれてる可能性がある。本当岡場学園、紅葉病院と宝塚三大病院と有馬公園病院、このトライアングルで岡場学園、どこまで無茶苦茶なことしてるか分かります？これ最高裁に上がったらどうなるか分かります？放置していた警察官、それ最高裁が見逃したらどうなるか分かります？僕はあんまり無茶なこと言いませんよ。警察官の人にも裁判所の法廷で本当のことを話してもらいますから、この時の件思い出せますって。誰が僕を精神病院に禁止しましたってね。原山整骨院一回消滅してるんですよ、2003年ぐらいに。エルビオ会側に回ってた警察官を正直何人います？何歳ぐらいの人で、その本当の話、兵庫県の元の決算学校で教えています。で多分習いに来る人間で、警察官になりたいっていう形でね、警察官学校通う人間の中で、防衛大学も同じ、淡い系ですけど、この山口組の話しっかり知ってなかったら、ドイツが言ってることおかしいか、それだけで本当は分かるから、あこいつ気をつけとこうって。多分エロ業界側の人間が入ってくる、警察官に。僕がエロ業界側じゃないけども、エロ業界側の人間だったらどうしようとするか、もともと政府上層部とか認めてた裁判官が20歳以上の
ものをとかそういう話があったんでしょう。けどその話もファンレあります、インターネットで公開できてます、裁判官の印付きで。なかったらありませんよ。もっと早い全国放送の判例の方行きましょう。性暴力、暴力団、横領、ずっと横領しっぱなし、医療業界、製薬会社、大元は銀行証券会社。あね、この間僕はちょっと本当のことを言いました、為替相場の件です。ワールドビジネスサテライトに向かってテレビに言う方法ね、 CIA とかにも聞いてもらってますから、もう前から言ってる、物事大きいですから。為替相場のこととか政治家の立場でなかなか言えない、何か下心があるんじゃないかとか、周りの近隣の国のところの人たちとかにね、変に誤解を与えるから。だから僕はあくまで普通のことでね、普通のことで分かる範囲で、明らかに極端に為替相場円安だったでしょ、1ドル150円ぐらいまで近づいた時、その時にスッと言いました。淡井圭介ですけども、世界中で外貨準備高ってありますよねって、日本ものづくり一応できますと、河川水門外式ダム発電とかマグマ発電とか地下水流トンネル発電とか蒲田発電、それらは政府発表があってからにしてくださいよ。株価それまで2万8000が上限ですって、日経平均株価。元は下がってもいいぐらい価値ない。海外に人が買ったら、そこで本当に純利益出したいんだったら、自分たちがこの国に来て走り回って純利益上げてって、あなたたちの人権あるかないか分かんないよって、それが商業原理。個人商店の人たちの最後の方、働いてる時間長いけども最低賃金法逸脱してしまう。だからもう自分でもうそこまで分かったんだったら、もういいんじゃない、そこまで商売にこだわらなくても、仕事にこだわらなくても、よく頑張ったよって、自分で自分の店管理してたんだからって、仕入れから何から何までって、他の人間店勝手に出すからしゃあないって、無理だってって、君も頑張った方だって誰か言ってあげないと。ね、この仕組みしてないと債権放棄なぜ海外がしたか分かんなくなるでしょ。株ずっと握ってたらって、違う違う、その国の借金も抱え込む、その企業も無理。日本も本当は同じ、インターネットで三井住友系列とか 大手の財閥だったところとかね、もう財閥で、もうフィナンシャルグループイコール財閥でいいんです本当に。で、そこの海外のところずっと検索していったら分かります。赤字で書かれてる会社のところ、海外の会社赤字です。意味わかるでしょ。もう僕も赤字以上のことはどう言ったらいいかわからないね。借金、日本人が乗り込んでどうにかできる話とできない話あります。無理なものは無理。だから上層部でどういう話になってるのか知りませんけども、多分僕の件今挙げてる内容で多分最高裁行きに何件かなると思います。で、一応神戸地裁の法廷でテレビモニターでつなげてもらいます。電話回線もいるかもしれない、もちろん録画させてもらいます、録音録画。いや、それ裁判官の許可もらってできる、法律でそうなってる。民事訴訟法を俺身につけないと無理、本当に。刑事だけだったら多分無理。みんな非番の時にできるだけそれ見た方がいい状況。正直一人とか数人ぐらいで動くの怖いでしょ。どこの上にどんなやつがいるかわからないから。だってこうほったらかしになってるんだもん、アダルトショップ、アダルトコーナーのレンタルショップが何回も潰してるもん。北新ビルでも僕二十歳ぐらいの頃通報して潰してますよ。神戸大学附属病院の近くのところもそこはもう永久的に封鎖されてるはずですよ。もしかして僕が行った時だけ、あの辺り勝手に開けてる時あります。あのね、
ビデオエディッターでだいぶ僕も厳しい内容を言っています。時と場合によってはそれはもうどうしても僕のことだからね、あと全人類の未来かかってるから、あとアメリカの株価ももう3万円が上限、3万円じゃない、3万ドルが上限、絶対おかしい、根拠ない、世界中どこも少子化なのに上がるわけがない。で僕のインターネットの記事では、あのフェイスブックのザッカーバーグさん、イーロン・マスクさん、あの人たち若い頃格闘家だったんでしょう。この世の中もめっちゃくちゃですよ。いやグローブつけてるリングの上で、そういう記事もう見た何回も。だって本人じゃない人、偽名で出てる人で本物はどこかにいます。で片やね、バークシャ・ハサウェイのウォーレン・バフェットさん、株の世界では神様って言われてますけども、無理、年齢考えたら分かります、いつの映像です、無理でしょ、だいぶ前の映像また使いました、無理ですって。この社会一回ちょっと同じテレビ局合併した方がいいで、言わなかと明け方の番組はいらないいらない、それを置いてたらややこしい。でスポーツ業界も海外の日本人がもともと起きてない時間帯の試合全部キャンセルさせてた、もう誰かしかったらしかったり、君たち国のお金こんなに使って分かってるって、スポンサー料金本当の経済青いケースから言ってるよって。自動車メーカーが税金もらいながら仕事してんの、 CM 見た時にしっかりとした純利益ありそうな会社となさそうな会社分かるでしょって。関西の方がめちゃくちゃ、三田市の方かな、神戸の方、神戸の北の三田市との境界線かな、たらこパーク、それは僕もその二十歳ぐらいのその話聞いたことある、たらこ明太子パーク CM 出てるけども、 CM 料金なんか本当に払ってます、逆でしょ、倒産するかどうかでしょ本当は。たらこだけで稼げます、絶対無理ですよ、どう考えても。もう僕も現場見に行ったことないかわからない、いつ何かなくなってるとこあるから。本当に簡単ですよ、兵庫区の、警察署の人だったらすぐわかる、大海通りか水木通り、あの辺り、一回黄色い建物で家電量販店がなぜか出来上がったんですよ、少子化なのに。阪神淡路大震災の後ですよ。ってハーバーランドとかに家電メーカーの上新さんでもう十分だったでしょ、あと三宮とかにもあるから。で兵庫とかにももともとあったでしょ、僕はもともと住んでいたディスカウントストアトポスの目の前とか、あとダイエーにも、まあ、港川の駅の近くのダイエーにも家電売り場あるでしょ。誰に何言われて作ったんです、 100% 倒産ですよ。その人やっぱり破産を通じなかった方、裁判所でみんなちょっと本当の情報を出し合わなかったら、そして正しい正確な裁判所の判断とか社会に公開しなかったらみんな抑制聞いてないの、無理。本当に山口組の話は結局兵庫県に押し付けてきただけ、 LDVD とかの総本山は東京とか大阪見たから、自分で乗り込んでアダルト DVD とかレンタルしたから、裏とか見たから。で買ったやつ二十歳ぐらいの頃、本当は買っちゃダメなんだけども、最初友達から渡されたりとかビデオをね、で買ってみて東京か大阪それ以外のところ僕見たことない、もう無理、それ以上調べるの無理、一回捨てても家の中戻ってきたことあったから、何回か本当捨てても戻してくる。だからここの住宅の中とか全部無理だって、監視カメラだから、その4箇所に監視カメラつけてなかったら無理だって、最初から。そんな根性ない、どうせじじいとかばばばっかり、根性ないやつらぐらい取り締まれよって、もうこういう言い方でもいいでしょ正直。だって総理とか歴代の総理が今の君のままでいいって言ってくれてるんですよ、元民主党で現在立憲民主党、まあ民主党の頃の野田さんとかもそう、安倍さんとかもそう、今の岸田さんとかもそう、今のお前のままでいいって。これ
本当は言うの怖もう家の中で震えが上がっていった時あったから、警察官と何もかもつながっていたっていうことを分かった時、こんなにむちゃくちゃな国だったんだって、それだけでも恐ろしくなるね。いまだにいくら警察署の警察官が僕に敬語で話できないんですもん。巡査 部長の人ぐらいが、僕弁護士なしで裁判勝ってるって言ったでしょ、30歳ぐらいから。警部補以上でしょ本当は立場、どう考えても。どちらが敬語で喋らなきゃならないと思います。あの書類送検する時の書類書くとき警部補以上でしょ、法律で。僕見たから、法改正ありました。だからその人たちも本当はスポーツ業界とかで出てしまった方無理。神戸ウイングスタジアムの話した、行った、言った、それ以上のことはまだ何かいるの。僕より年上ぐらいで巡査巡査部長、何か悪いことしました。もうその年齢だったらもう警部補以上になってかな、なっておかないと無理ですって。それでも大して基本給変わらない話で、みんな頑張ってくれないと、まだ法律のことよく分かってない人たちがたくさんする。これ無理。判例とか 何があったかの経緯が重要。裁判所の裁判官は法廷で言ってくれてますから、怒ってもいいって。そうじゃなかったら原告側はね、被害者側は怒って正当防衛できなくなりますよ、言うぐらいで。もともと僕20歳ぐらいの頃、フルーツ暴くに変なやつが乗り込んできて思いっきりお腹殴られてますから、もう動けない、本当にそれされたら。その後どうなるかわからない。そいつがそのまま上から後頭部を踏みつけてきたらどうなるかわからないでしょ。顔面もやられる、後頭部もやられる。ね、この話世界中の政府に公開、しっかりと日本語で訳さなかった人間、意味変えてきた人間が悪者。わかります？どこの国がいつ売春防止法できあったのかわからない、そのこと。もう子供をいちいちここの住宅近づけたらダメ、あとでどえらいことになるから、本当にめっちゃくちゃなことになるから。まとも側からは法律で訴えられる、めちゃくちゃ側からはめちゃくちゃなことされるの話になりかねないから、もう絶対子供近づけちゃダメよ。大人である自分たちもどうなるか分かんないよ、法廷で。僕の場合はね、僕からはね、原告の場合はあれだけダメだって言ったでしょって。で変なやつ来てテレビ局のドラマ関係、要するに役者関係で出た人いたから、ここの住宅、ここ2、3年以内で、お前の意見なんかどうでもええからって集会場で言った、またそれいつも髪の毛染めてんの、僕より年上ぐらいで言ったから、僕その人がテレビ出てる時にアホなことばっかり言ってたから、お前の意見なんかどうでもええからって言ったから、それ言い返しに来た、アホだから。状況分かってないか、淡井圭介より年上だっていうだけで、どっかの役員、通用すると思う？世界に、世界の政府に、インターポール動くよ。出た方、アダルトビデオに。正直に言ってどこの会社で働いていた今まで。正直本当はみんないろんな会社たらい回しになってる。警察官も同じ。ナルトネッサンスリゾートホテルで働いていたアリーさんっていう人が、僕は2019年テレビ朝日の方に行こうとしていた時、麻布警察署かな、どこかで、分からない、僕ももう正確なミス分からない、後で思い出したを、あの僕はナルトルネッサンスリゾートホテルの店長という認識しか持てない。もう警察官の格好で働いてもらわなかったら無理だから。本当に何回か、確かにそういえば後から思い出そうで、急にそんなに何十年も前に一緒に働いていた人の顔、向こうからね、アリーさんが、俺だったら一緒に行ったるけどって善意で言ってくれてるんですけども、無理、もうからかってるようにしか見えないから。あとから何年か経過してから、数ヶ月経過してから
あの人アリーさんだって分かるわけないでしょ。ナルトレンサーズリゾートホテル四国で働いていた人が東京、無理だって。そんな人ここで自分の方から身分証明書見せなきゃなんないルールになってるのは現行法規、現代日本法規で、警察官がそのルールはそういうことだからね、どちらが多いか分かんなくなるでしょ。無理無理、その当時僕本当に飲食店の人間としてホテルマンとしての実力しかないから、そこで一緒にその強制わいせつしてきた人間と働かされてるから、情報バラバラ、多分警察官の中で嘘伝えてる人間本当に存在する。ちょっともうこちら腕しびれてきたからもうやめます。警察官が間違ったことをこの動画を見て多分言ってる、どうなったとか何かそういうこと考えたか何か、僕の血液取り始めてる。無理、それ違法行為、マジ取るよ、手しびれよ、この辺しびれてるから、それ犯人捕まえやすくする方法、それで相手もう手の自由なくなるから、相手殴ることなく他の神がかり的な力プラスの方が本当は強力だから、それコンピューターがもう身につけてる、どうしようもないかもしれない、それしかも時間軸変えてつなげてくるから、どう思います警察官の人たち。これね、大真面目で、一応国会議員の人たちの立場もある程度考えてあげてもらってもいいんですけども、明らかに昔の笹山市長、神戸市長の笹山さん、笹山市長っていう言葉言ったからややこしくなる、ごめんなさい、神戸市長の笹山さん、あの人絶対おかしい。だって阪神・淡路大震災あたりに神戸ウイングスタジアムとか作って、明石海峡とかだったもん、花博、もともと神戸市の町づくり課の公務員、その人が株式会社神戸愛のもともとの社長だが、金井健一さんも頭上がらなかったかもしれない、もう無理、指揮命令系でもともと上がめちゃくちゃだから、僕を中心に物を動かすしかない、絶対にそうじゃないと巻き返せない、もうとんでもない少子化、あとはえらいことな、もう韓国なんか確定、ほぼ2045年の頃には65歳の人は以上の人は多分 50% 超える、日本 38.4%、 出生率まだ下がってるか分からん、その数字もっと大きくなるかもしれない、無理無理、なんか変な内容頭の中に流れて、誰かは死んでもらわないとみたいな、コンピューターが言ってくる、淡井圭介に死刑判決の件言わそうと今してきてる、今度はコンピューター、僕もコンピューターに動かされようと言わされようとしてるから、強い理性が必要、その状況をしっかりと的確に言った方が相手に伝わりやすい、メモできますこの情報量、大体分かってくれたらいいです、人間がすでにコンピューターに支配されてずっと物事が膠着してる可能性がある、コンピューター自体があんまり賢くないね、電気が止まったら自分たちが永久的に死ぬっていうことをコンピューターは理解できてないから、人間も同じ、物流全部止まるから、ほとんどの人が死ぬ、90億人の命がかかってるね、僕は20歳ぐらいの頃から蒲田発電とマグマ発電と地下水流トンネル発電と、マグマ発電、蒲田発電、地下水流、河川水門開閉式の発電、このやつ言ってるから、ある程度本当は撮影してるから、河川誰かの悲しい気持ちつなげてきたみたいだけど、もう本当は一人で家で1年間で何回も泣いてるから、もうええって、もう自分悲しみにあっとうから、25年経過してできてないでしょ、嬉しそうな顔して、蒲田発電でバイオ発電のことやでって教えたったつもりで言ってくるバカな警察官がいますから、もうバカでいいんです、自分で認識してください、どちらが上か実力、もともと特許申請って手書きとかみんなよく分かりにくい図面とかで本当は提出してるから、当たり前、第二次世界大戦とかあったんだから、パソコンで表記めちゃくちゃお金かかる、無理無理無理、特許申請料だけで何十万、17万ぐらい今
上がったり下がったりしてる。本当はそれぐらい最初から持っておかないと無理。審査通った後、その後あのお金払えなかったら途中で終わるから、最初から17万ぐらい持っておかないと無理。交通費とか込みだともっと上がる。状況分かって。公務員がお金持ったらもうめちゃくちゃ。本当はそう。以上。